ミゲル・ボジェール・サルバドールは、スペインの経済学者、政治家、スペイン社会労働党を所属。第一期、フェリペ・ゴンサレス内閣の1982年から1985年に、経済、財務、通算大臣を務めた。1939年2月5日、フランス領バスクのアキテーヌ地域圏、ピレネーアトランティック県ンジャンドリューズに生まれた。 マドリード大学で経済学を学び、さらに同大学では物理学でも学士の資格を得た。学生運動を行って逮捕、投獄された経験があるが、マルクス主義から距離を置く恩恵派の活動家だった。1960年にスペイン社会労働党に入党したが、社会労働党を離党して社会民主党に所属していたこともあった。 民政移管期の1979年の総選挙では社会労働党から出馬して派遣県選挙区から会議員に選出された。1980年9月に会議員を辞している。経済分野における社会労働党のスポークスマンとして活躍。1982年の総選挙で社会労働党が民主中道連合から政権を奪い、第一期。 フェリーペ・ゴンサーレス政権が誕生すると、ゴンサーレス首相、アルフォンソ・ゲイラ副首相に次ぐ地位とされる経済、財務、通産大臣に就任した。労働者に対して、賃上げの抑制を働きかけ、ルマーサ財閥の国家収容、解体を行い、1985年には税法を改正した。ゴンサーレス内閣の閣僚の中では最も、 影響力のある人物とされていたが、1985年の内閣改造でカルロス・ソルチャガに椅子を譲った、ゲイラ副首相と対立して辞任を余儀なくされたと推測されている。大臣辞任後には政府系のスペイン外資銀行の総裁職に就任し、さらには高額年俸で民間投資グループである。 カルテラセントラルの社長に建設業の FCC 社の副社長に就任した。1999年には石油業の CLH 社の社長に就任した。1996年にはスペイン社会労働党を離党し国民党支持を公言国民党のホセ・マリア・アスナール首相が主催するファエス財団の一員となったが2004年に社会労働党が政権を奪うと 再び社会労働党に接近した。2012年2月27日に脳梗塞で倒れ、マドリードレスセールセンターでリハビリを行っていたが、2014年9月29日、マドリードのルベール国際病院で死去した。75歳だった。死因は敗促戦勝。葬儀は身内だけで取り行われ、9月30日に、 マドリードの三石泥墓地に埋葬された。1964年には自身と同じ社会、運動家の女性と結婚し、この妻との間には三つ子がいたが、1985年に離婚した。1988年には、イサベル・プレイスレルと結婚して一子を設け、経済史ではなく、女性週刊誌を賑わせる人物となった。プレイスレルは、 フリオ・イグレシアスやカルロス・ファルコの元妻であり、スペインで最もエレガントな女性に5回選出された、お騒がせ、セレブである。プレイスレルの子供に、歌手のフリオ・イグレシアス・ジュニアやエンリケ・イグレシアスらがおり、彼らは、ボジールにとって、義理の息子にあたる。ボジールとプレイスレルは、マドリードの高級住宅地に、敷地面積2000メートルの邸宅を持ち、 女性週刊誌で豪邸を詳細に紹介する特集を組まれるほどだった。ありがとうございます。